こいったな、引いたんなら来い。どうせ引いたんなら来い。ポルチェロガッシャガッシャポルチェロガッシャガッシャポルチェロガッシャガッシャ。はい、ということでグラスマやっていきましょう、はい、いきましょうかね。またね、新しいガシャがやってきましたね。来たね、かわいいね。うん、ニッセとキリカ。うん、まあグラスマ TV でも会ってたけどね、うん、3体目のキリカということでね、まあ、賛否あるようですけどね。そんなに人気なのね、キリカって。どう、まあ、意図がちょっとよくわかんないけどね、その人気で実装されてんのか、うん、まあ、声優のスケジュールだったりとか、まあ、いろいろあるかもしれんけどね、ちょっとわかんないけど。あ、そっか。うん、まあでも可愛いよ、どっちもね。まあね、ハンデといつかな。ハンデといつかな、ほんと。そうですね。なんかね、ハンデットが実装されるときにさ、あのアンバルのときって降臨やったやん。降臨、うん。だけどガシャをさ、出るまで回さなくてよくて、お財布には優しかったよね。そうね、ハンデットもそうじゃない。いやハンデット、そうかね、まあ言うて人気ないからね。あ、そう？こんなに広めてるのに？うん、まあ一部の人だよ。あの、熱烈なファンの方は何名か知ってますけど、おう、うん、マルチとかでね、時々会った時はテンション上がるけどね、フルフォース同士でね、バシ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 やって、どっちが先に打つんだみたいな。で、お互いちょっと譲り合うみたいなね。え、いいんですかみたいな、どうぞみたいな。いやいや、でもそうは言ってもね、みたいな、こう、なんていうの、話してはないけど、で、スタンプもないよ、そこには。うん、でもこう、なんていうの、立て勘したりとかさ。あ、雰囲気ね。もう貫通やけさ、いつでもあの砂時計取れるのに、うん、取らないとかね。そういう時に、あ、なるほど、そういうことですかっていうあるんですよ、ハンデッド使い同士のあるあるがね、そういうやり取りがあるんですよ。あ、そうなんですね。それが熱いんですよね。あ、なるほど、うん、っていう楽しみ方もありますよ。だからね、ハンデッドが反射になると悲しいよね。あ、反射にだけはなってほしくないですね、うん、だけ願わくばね、今あの体力が半分減るやん。うんうん。だけどあの次何かこう着せ替えでね出てくるときはね、うん、あの位置だけ残すみたいな、その代わりにすごいダメージ与えるみたいな感じやったら面白いね。倒せやったら死ぬみたいないやそれはそれはまた使いにくくなるよ。まあ、そんな楽しみ方もあるかなと。そうですね、まあ確かにね。じゃあガシャ回していきますか。行きましょう。ちょっと僕はね、今回ちょっとあのチケットだけにしとこうかなと思って。おやおや、ちょっとね身を削らずに出そうという魂胆ですか。いやいや、ちょっとね次に取っとこうかなと思って、今回は。いいですよ、私じゃあ。私はでも10連ですね。10連ですか。私も残しておきたい、でも回したい。なるほど、間を取って10連ですではお願いしますね。いきますよ。来い。まあね、いないよね、誰も。誰も、なんもよ。まあまあ、こんなもんですよ、10連なんてね。いいんです、ガシャン回してこそいいんです。ああ、そうね。もう名言やね。そう。にしても、にしてもよ。うわ、危険な爆死ですね、これは。いやー、もう引かな、よかったいつもそうなるよね。なるなる。もうここで我慢できるんですか。まあ俺はどんなに煽られてもチケット3枚しか使わないいや、まあそう、出そうよ、一体は、ね、やっぱり、うん、ポールさんが回したらいいんじゃない。あとはね、チェロさんに託します、私私の気持ちを。あ、そうなん、うん、いや俺回さないってだから。お願いしますね。はい、変わりますよ。はい、変わりました。はい、ちょっとまずね、フレンドガシャを回していきましょうか。よく来てくれたわ。これで10連した気持ちになってね、チケットを回すと。あ、お、ハンマーがね。ハンマー出るんですね。ハンマーがこう、でももうよくわかんない光に変わりましたよ。そうもう違和感しかないけどね。違和感だよね。最初で、え、何これって思ったの。そう、このきらめき何と思ったね。え、新しいなんか素材って思ったらハンマーでしたね。なんて呼んだらいいの。ハンマーじゃないしね。なんやろうね。EXP だけど、なんかね。まあ EXP っていうのもなんかちょっと寂しいもんがあるよね。イクピー。よく来てくれ。イクピー
イクピー、あ、じゃあイクピーと言ってみましょうか。ちょっとよくわかんないですけどね。じゃあイクピーね、はい、イクピーよう出ますね。イクピー、だってイクピーじゃないこれ。でもこれさ、こう、なんていうの、出すたんびにさ、いつもこう、なんていうの、あの、走行整理しなきゃいけない、うんうん、それがちょっと軽減されるっていう ね、必ずイクピー出るよね。うん、これ100連ぐらいさせてくれんやった。あ、緑だ。ここら辺でやめときましょうか。そう、イクピーはいっぱい出てる。すごい出たね、イクピーがね、うん、はい、じゃあね、チケットいきますね。いや、出てほしいような、出てほしくないようなっていう気持ちで、いや、もう出てほしいですよ、3連。いやいや、私たち10連して出なかったからね。そこで出るんですよね。ポールさん、何とも言えない表情で見てますね。そうですね、うん、え、出るの、あー、よかったみたいな微妙な気持ちですね、うん、もう結構チケット引いていくからね。そう、引いていくよね、下がっていくよね、うん、まあ、最後ね、行かせていただきますね。あ、何の取れだからも取れ高もなかったけどね。取れ高も同じかもしれない。これじゃダメっしょ。ね。ああ、何か消化不良ですよ。ありましたよ。また単発。単発で。じゃあ、いかせていただきますね。どうぞ。これちょっと確率上がったりしないのかな？上がるはずだけどね、優勝だから。そうなん？変わんないじゃない。ただこうお得に引けますよっていうだけです。そうなの？多分。うわあ、ダメでしたね。もったいなかったね。言い方がね。ん？じゃあもうそんなとこですかね、今日は。いや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 、ほらまた溜まるから。石。はあ、わかりましたよ。引きますよ、じゃあ。あ。あんまり気が進まないんだけどね。行きましょう、出しましょうよ、可愛いから。まあまあ可愛いけどね、ほんと。え、10%？ あ、いや、これ優勝。なんで優勝？これレジス…あー、スパヘビ、スパヘビ、そう、だからね、いいんだよね。まあまあまあ、そうね。そう、スパヘビもだいぶ増えたよね。うん、でもまだ少ないよ。激破キラー 20%。 うん、なるほどね。できますね、10連だけ。どっち狙い？ん？どっち狙い？あー、難しいな。どっちかな。私ね、見た目はニッセ。あー、そうね、見た目はニッセ。性能はね、キリカ。一緒ですね。あ、気が合いますね、さすが夫婦ですよ。はい、ではいきますね。生阿弥陀仏。生阿弥陀仏、それじゃ来ませんよね。ほらね、引かなよかったよ。いいじゃないですか、全部お揃いで。まあまあまあね。ね？そうやったら俺、あの、優勝の20個使った意味があんまりないよね。ないよね、だからもったいないなと。来い来い来い、頼む、引いたんなら来い。どうせ引いたんなら来い。そうね。来い、頼む、来い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 、頼む。引いたんだぞ。うわぁ、いやぁ、うわぁ。爆死じゃないですよ。ジャクソン、お疲れ様、くるっと舐めるよ。笑ってるのポロさんだけですけどね。いやー、マジか。いやー、ダメでしたね、やっぱり。ダメですね、優勝じゃないとね。うん、なんか隣の工事が始まりましたね。始まりましたね、もうそろそろ ね、ちょっとね、隣の工事が終わったわけ。お、今からトロッチを持ってね、うん、だからなんか木を並べ出してね。もうこういう風になるとは思ってましたけどね、うん、皆さんはどうでしたかね。どうでしたでしょうか。まあ、次のね、ガシャとか、まあ、今回のガシャもあのスパーヘビをね、なかなかあのウィーンって言ったらなかなかね、うん、ゲットできないキャラなんでね、回してもいいかなと思いますね。そうですね、可愛いし、うん、はい、では今日この辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。